はい、皆さんこんばんはでございます。今日は8月の16日の、金曜日のボギーチャンネル、私主催のボギーテドコンでございます。はい、今日やっと今あるのっぴきならない作業が終わりまして、やっと一息ついてる状態でございます。まあ、こんな遅くまでね、作業した後にはやはりあったかい、ホットミルクティーが私の一番やっぱ嬉しい飲み物かななんてね思っております。さて本題であればね、夜9時からなんですけど、今日はもう本当に無理を言って、はい、遅くまで引っ張っちゃいまして申し訳ございません。ぜひ週末の、お忙しい夜少しだけでもまあ見ていただいたら嬉しいかなと思っております。さて今夜の話題もですね、まあ、沖縄に絡む話題をメインにお話をさせていただきたいと思いますけど、まあ、そんな中で、沖縄とちょっと韓国の関係などもね、皆さんにフリップをお見せしながら、やっぱりつながりがあるということをね、皆さんにも、はい、知っていただきたいことがありますんで、今日もいろいろ公開をさせていただきたいと思います。さて、今夜もボギー中佐に、それからカルガモさんからは、ホットミルクニラティ。ホットミルクニラティ。もう、今自分で想像して、やっぱ受けてしまいましたね。はい。ズケちゃん、どうしたんですか？起動しないで大ピンチということで。モアピのあくび屋さんに塩サバさん、それから、鬼猿さんから特のニラ茶いただいております。誠にありがとうございます。シンマンさんにユキンチさん、どうもどうもこんばんは、こでございます。それからワイス戦隊ダジャレンジャーさん、本当に皆さん週末のねお忙しい中来ていただいて嬉しいなと思っております。さて今夜の最初のニュースを皆さんにお見せしたいと思いますけど、今日もねろくでもないニュースを、皆さんにまずはお見せしようかなと思います。本当にこんなことがまかり通ってるのかということなんですけどね。まずは沖縄のニュース。はい。那覇市にある沖縄ツーリストさん。これ有名な沖縄の大手の旅行会社なんですけど、韓国の団体旅行受注額がなんと今月13日現在、前年と比較をして8月は80%、9月は 90%、 前年比 80% とか 90% ではなく、なんと減少ということなんです。つまり8月は前年比 20%、 9月は前年の 10% しかなかったということでございまして、いやこれはもう本当に旅行者にとっては頭を抱えるというか、なんというか、まあ、我々にしてみると、よっしゃーと思ってる方々もいっぱいいると思います。セイラさんどうもこんばんはんこでございます。ラプテンさんどうも、ニラアイスありがとうございます。肉球さんとラプテンさんからも、ニラ茶ですね。ニラ、ホットニラティーですね。さて、那覇市内のホテル、ノボテル沖縄那覇、10月の韓国人観光客予約件数が前年と比較して 90% 減少。すごいですね、皆さん。はい。もうね、前年比、90% マイナス。いやー、これってね、沖縄の観光業界どうするんですかね。まさか、減った分、韓国に行って営業かけてくるような知事が、いるかもしれないので、ちょっと私は余談はしてないんですけど、いいじゃないですか、減ったってね。その分、今まで沖縄観光を支えてくれた、日本国内のね、はい、リピーターに呼びかければいいだけじゃないかというふうに思っております。そう、セイラさん。今、対馬なんかも、韓国人が来なくなった分、日本人がね、増えたっていうことなんですけど、本当に国際通りで、もう見るからにそう韓国人と思われる方々、特に若い連中は沖縄ですごいね、大手を振って歩いてるの何度も見たことあります。道のど真ん中から自分それを見て
よそ様の国に来てね、謙虚にその地を、楽しむのではなく、まるでね、占領国のような尊大な気分でいるんじゃないかと思ったりしたんですけどね。はい、そうです。今塩サバさん書いてる通り、あの国に依存しないビジネスモデルをね、モデルを再構築する必要がある。私もそう思います。堀内さん、どうもこんばんは、んこでございます。まあ、このような感じで職員を減らしてるということでございまして、それで困ったね、韓国の航空会社、今沖縄便をね、撤退とか減便してるんですけど、そのまま飛行機を寝かしとくわけにいかないということで、中国路線、はい、中国にね、その余った便を振り替えようとしたところ、なんと中国は10月まで就航は不許可だと。はい、飛行機が余ってるから中国に振り分けようとしたら、中国は10月までできませんということで、ということは8、9、10、約3ヶ月近く、韓国の航空会社は飛行機をね、寝かさないといけないということで、これはもうとんでもない損失が出てくるんじゃないかと思います。タクシーとかバスと一緒で、こういったものを運行させないと利益出ないんですよね。寝かしとけばコストだけがかさむということで、まさに、泣き面に蜂状態でありますね。いやー、今ピョンタさん書いていますけどね、はい、沖縄頑張りどころですと、なんとか営業努力で底力を。そうなんです、こういう時に本当は県知事がね、沖縄のトップセールスマンとして全国を回って、沖縄観光ぜひ来てくださいってやらないといけないのに、やってることは皆さん何ですかね、半基地ツアーですよね。半基地ツアー、本当にろくでもないかなというふうに私思います。ボギー中さん、観光はね、観光について政治的な話と感情的な話の区別がつかない国相手にしてると、本当ねっていうことで、まさにその通り、まあ、感情でね動くところはまさに沖縄のいわゆる左翼と呼ばれてる人たちも全く同じ傾向があるというふうにね、私はやっぱり思っております。そんな中で、こういうニュースも飛び込んできました。はい、韓国警察によると70代の男が、14日午前11時ごろ、人糞、すいませんね、カレー食べてる人いたら本当に申し訳ないと思うんですけど、人糞の入ったビニール袋を、現在工事中の日本大使館の敷地に向けて投げたと。袋は工事現場の覆いに当たって落ち、破けなかったため中身は飛び出さなかったと。もうね、あの国っていうのはやっぱりちょっとおかしいんじゃないですか。すごい糞に対してこだわりがありますよね。それもね、人糞をね、人糞をですよ、日本大使館の敷地に投げたということでございまして、私これを見て本当にね、あの国の民度が本当に低いなというふうに思った反面、実は沖縄でもね、似たようなことがあったんです。今日皆さんにお見せするのはその現物なんですけど、これでございます。これ何かと言いますと、これですね、沖縄の普天間基地の野岳ゲートでこのようなね、汚らしい布に包まれた 何者かが、基地内に投げ込まれていたんですよね。実はこの中身が何だったかと言いますと、基地内なので私たちが、片付けることはできずに、普天間基地のアメリカ人が片付けていたんですけど、それは何ですかっていうことで聞いたら、中に入っていたのはなんと犬の糞だったということなんですよね。犬の糞。でもね、
もしかすると犬の糞ではなくてもっと別な糞だった可能性があるんです。こういうのがね、一時期何個も基地内に投げ込まれていたんですけど、犬の糞って言ってました、セイラさん、アメリカ人はね。ところが犬の糞じゃなくてね、これが人間のだったらどうなるんですかね。だから私ね、この犬の糞が投げ込まれてたっていうのを聞いて本当に恥ずかしく思いましたよ。そうですね、ラプテンさん、基地内にね、勝手にトイレを建てちゃうような連中ということでございまして、実はセイラさん、見ればわかりますわということなんですけど、わざわざね、草に包んで、その中にまるであんこのように入れてあったそうですよ、これ。はい、だから開けたやつはね、半分開いてるやつはあるんですけど、写真、その中には雑草のね、草が見えます。つまり何を草でくるんで、それをこうしてまた布で包んで基地内に投げ込むという、まさに嘆かわしいことをね、沖縄の反基地派はやっていたんですけど、しかしね、本当に犬の糞だったんですかね。まあ実は本当にカレー食べてる人たちには悪いと思うんですけど、実は野岳ゲートはトイレがありません。はい、近くにトイレがないですし、真向かいにある教会のトイレはそっちは使えない。まあそのせいか分かりませんけど、私たちがフェンスクリーンをしてる頃、実は言葉は悪いんですけど、野ぐそが何度もありました。野ぐそ。はい。野ぐそですよ。そして、ことを済ませたと思われるね、ティッシュも散乱をしていました。すいませんね、お兄さんさん。これはハヤシライスなんですけど。いや、本当にね、もうね、なんか半島の方々とこの沖縄の反基地派のメンタリティっていうのが、このね、糞という点においてかなり共通する部分、思い入れがあるなというのが、私の、まあ、偽らざる思いでございます。まあ、それだけではございません。沖縄の基地反対派と、半島の方々のメンタリティが全く似ているっていうような、そういった、ね、例もこれからお見せしたいと思いますけど、こういうのがあります。はい。これ韓国の子供たち、小学生、高学年ぐらいですかね。はい。どこと伊豆なった竹島、そうなんですか。はい。こういうふうに書いてます。毒とは、竹島ではないと。本当にね、きちんとした、あれ教えられてないと、こういうふうになっちゃうかなと思うんですけど、本当に韓国の子供たち、おかしい。はい。これもこう書いてます。Japan is devil country。はい。Japan is devil country。日本は悪魔の国だと。こんなことをね、学校で書かしているんですかね。ね、日本は悪魔の国？そうなんですか？はい。こういうのもありますよね。はい。はい。Let's not buy Hello Kitty？ ん？ Hello Kitty 好きなくせにこんなこと書くんですか？はい、ハローキティは買いませんと言いながら、なんでハローキティの絵を描いているんですかね。はい。いやー、はい、向こうは Doctor is Korea's place ですか、ピースですか、ちょっと見えないんですけど。はい、Doctor はコリアのものだと。いやー、本当にひどすぎる。もうね、これを見るだけで、あの国が子どもたちにどんな教育をしているのかっていうのが、まあ、よくわかると、思います。もうね、このように捏造された歴史を子どもたちにやっぱり
教えてるあの国、もうやってることがあまりにも下劣すぎますよね。とにかく日本をけなしまくることで自分たちの自尊心を、満足させている。いや、これね、こういったことを教育に持ち込んでですよ。誤った、そういった歴史認識を持ったまま大人になったとして、そんな連中がね、皆さん、日本に就職したいなんて言ってるんですからね。どうです、皆さん。こういった若者たち、日本で受け入れて就職させようと思いますか？いや、私はもうこれね、絶対に自分がやらない。もうね、とんでもありません。日本に来るな。ね、こっち向くなと。そう来ないでくださいなんですよ。それになんでここまでやってね、やって断交しないんですか、この人たち。いや、とっととね、断交してくださいよ。ね。ここまで日本のこと嫌いだったら、なんで自分たちが断交しようって言わない。絶対に断交って言わないですよね。実は、そう、ツンデレ。青梶さんおっしゃる通り。奴らね、日本に対して本当は憧れがあるんです。でもそれを口に出してしまうと、ね、自分自身のアイデンティティのがもう全て崩れてしまうと。だから、日本に対して、ね、自分たちは日本のお兄さんだと上から目線でいることで、自分たちは日本を超えたつもりになっている。日本のことを認めるっていうことはね、彼らにとってはタブーなんでしょうね。つまり日本を見下げることで自分たちのね、存在を確かめてるというか、でもこんなことをやっててね、なんで日本に来ようとしたり、日本で就職しようとするのか、私意味がわかんないですよね。まあ、このような下劣な、まあ、アートというんですか。はい。もうすごい汚い絵とかもたくさんあるんですけど、今日は出しませんけど、そういった人たちとかなり似たメンタリティっていうのが実は沖縄にあります。はい。これは石川真央さんという写真家の写真展、大琉球写真絵巻ということでございまして、これ芸術なんですかね。なんかね、表現の自由とかなんとか言って、いわゆる相手をね、こき下ろすことが芸術だと思ってる、なんかおかしな人たちがいるんですよね。この45トンっていうのは、これは辺野古の海に沈められてる重しでございます。これにフロートとか食っているんですけどね。さて、その内容をちょっと皆さんにお見せしたいと思いますけど。はい、もうこれも写真展の作品ですけど、もうこれ何ですかね、オスプレイに模した兵士と、それからオスプレイの、はい、かぶり物というか、それをね持った人に、なんと砲撃を持って立ち向かっている保護者の方々、そうですね、国防婦人会なんですかね。そして一番後ろで女性陣にね、戦わせて後ろで砲撃を振り上げている大魔王のような方が、実はこの方は例の普天間基地近くのある保育園の園長先生でございまして、この方皆さんも覚えてます？韓国の主にの会の方々と一緒に写ってましたよね。ほら、ここでやっぱり韓国というのが出てきます。そしてこのように、いわゆるね、敵、はい、相手をね、誹謗中傷することで、自分たちの留飲を下げるやり方っていうのは、これ全くですよ。あの国とそっくりなんです。これもそうですよね。はい。この大きなのは、ズケちゃんではございません。これはドナルド・トランプ大統領。はい。それが安倍首相の首に紐をつけてるという、こういったね、同盟国の元首と、日本国のね、首相をこのように揶揄する。こうしてね、相手をね、こき下ろす。これが芸術なのかなと思うと、
私あまりにもなんか下劣すぎるなというふうに思うんですよね。まあ、こういうふうに相手とにかく卑下し、ね、こき下ろすことが芸術であり、そしてそれでね、自分たちの自尊心を満足させている。こんなことをやったってね、何も解決の、ね、にはつながっていないんですよ、実は。これもそうですね。前のオスプレイが不時着をし、機体がね、破壊された時のものなんですけど、このようにこれ菅官房長官に、安倍首相にトランプ大統領に、その後ろにいるエプロンをしているのは多分これは、台所から、政治をということで、沖縄北方担当大臣を務められた、島尻愛子先生を模したものだと思います。まあ、このように実在の人物をね模して、このように下劣な、そうドラコブさん、その通りなんですよ。津田大介の世界案と。普通ね、このように、国家元首をね、揶揄するというか、もう、これはね、これはもう風刺ではございません。もう完全に揶揄、およびもう誹謗中傷。いやー、これってね、こんなことをやってね、笑うのは間違いなく、お記載の皆さんたちだけなんですけど、さてこの作者の姿を皆さんにちょっとお見せしたいと思います。はい、どうでしょう皆さん、このアフロヘアのような非常に清潔感あふれるお姉様が作者の、はい、石川真央先生でございますよ。いやー、しかしすごいですね。本当に鬼猿さんズバッてきました。いやいや、ラプテンさんすごい清潔感溢れてるじゃないですか。なんか本当に石鹸の匂いがしてきそうな、ね、石鹸男宮城さんも遠く及ばないようなすごい清潔感あふれるお姿でございますよ。はい、だってあのテントでは石鹸の匂いがすると右翼になるんですから、となるとこの人たちはどんな匂いがするんでしょうね。いやー、私想像しただけでちょっと怖くなってくるんですけど、まあこの、はい、石川真央先生のこのお写真、お姿を見ればもう皆さん大体想像はつくんじゃないかなと思います。青梶さん、なんだろうこの気持ち悪さということでございまして、まあ、これを見て私がやっぱり感じているのは、沖縄の反基地運動家のメンタリティと韓国のメンタリティ全く一緒だっていうことなんです。はい、相手をねこき下ろす、ね、誹謗中傷をね卑下することで自分たちの自尊心を満足させてるだけで何も前に進まない。はい、もうこれを見て喜んでるのはね、お仲間たちだけです。こういう写真を見て一般の人がね、共感することはないと思いますよ。ボギー中さん、大琉球写真展はいいけど、沖縄の人はこんな形で沖縄を卑下して嬉しいのかね。嬉しいのは一部の人たちだけだと思いますよ。だってね、前に、FEC お笑い米軍基地というねお笑い芸人集団が、天皇皇后両陛下を模した寸劇をコントをかまして大問題になったことがあります。しかし沖縄県内では何一つ問題になるどころか新聞記事にまでなった。すごいでしょ皆さん。普通だったらこんなの新聞記事にならないですよね。しかしね、本当に天皇皇后両陛下をね、本当に模したコントをやってゲラ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 笑っている人たちのね、人たちの私このセンスというか、いわゆるモラルというか、
もう本当に呆れ果てて、私は物が言えない部分があります。しかしこれはね、これは何も、いわゆる左翼とか革新系の人たちだけに、まあ、見えるものではございません。実はある方がね、ある方が、朝日新聞の記者の話をした時があります。いわゆる沖縄の保守の言論人で有名なある方なんですけど、はい。彼のところに朝日新聞の記者が来た時に、ね、その朝日新聞の記者っていうのは大体年は27、8ぐらい女性なんですけど、その記者に向かって、ここに来るな、汚らわしい。と言ったと言って誇らしげに喋ってですね、それに対して周りの聴衆がゲラゲラ笑ったんですよね。私あれをね聞いてて、このままじゃいけないと思った。はい、保守もね、左翼のこと笑えないよと、こういったことをね、例えばいくら朝日の記者でも、ね、裏若き女性に対して汚らしいなんて言っちゃって、これ言うのは別に自由なんですけど、それを聞いてゲラゲラ笑うっていうメンタリティはどうかと思います。正直言って。そうですね、セイラさんもよくご存知かと思いますけど、まあその点私はやっぱりダメだと思う。言う方も言う方だけど、ね、周りで笑う方も笑う方だというふうに私は思った。すごいその時に自分は失望したんですよ。いくらね、気に食わない相手だからといって、そういう卑下する言葉を投げつけていいっていうことは私はやっぱりないと思います。まああっち系の人たちはね、だいだいだいとかね、死ねよ、そったれ死ね、アホとか平気で言いますけど、それをね、相手が言ってるからといって私たちが言っちゃったらダメでございます。やはりね、私たちは日本人として、日本精神をやっぱりね、受け継いでいかないといけないんです。ね。日本精神には相手をね、卑下したり、笑い物にしたりとか、はい。そして、薄汚い言葉を投げつけるとか、そういったのはないと思うんですよね。だからこそ、自分は保守だという、やはりそういった自覚があるのであれば、やはり凛とした態度で、普段から、言動や行動をね、やるべきだというふうに思ってる。今、オリザルさん書いてます。最低限の品性は持たないといけない。だから最近ね、ツイッターとかですごい下劣な言葉をね、放つ保守のような人たちがいます。特に今回のね、例の愛知、例の不自由な、なんとかちゃんとら、それで、抗議のね、メッセージとかメールの中にすごい汚らしい言葉がありましたけど、私あれ本当は保守ではないんじゃないかというのを思ってます。実はね、ここの書き込みを見てもわかるように、私の知っている友人たち、そして戦友の皆さんっていうのは、言葉というのはすごいやっぱり気使ってるのわかるんです。下劣な言葉を使ってるのは一人もいないんですよ。まさに今、鬼猿さん書いてるように、我が戦友、そして私たちを応援していただいている名もなき侍たちは、やはり品性っていうのはやっぱり持っています。そして汚い言葉でね、それを相手にぶつけることを私見たこともありません。だからこそ、保守と呼ばれている方々、特にね、自分は保守だと思ってるんであれば、そういった品性というのについては十分やっぱり、注意をするべきでありますし、いくら相手が気に食わないからといってね、汚泥のような言葉を投げつけるっていうのは、私はこれは良くないというふうに思ってますけど、まあこの沖縄のいわゆる反社会的勢力、それに加担する人たちと、韓国のメンタリティっていうのが、こういう感じで非常に似ているっていう点について、まあ、私はいろいろね、今日お話しさせていただいてますけど、本当に沖縄の反基地運動の中に、韓国が、ね、やはり
紛れ込んでる、これは証拠ではないのかと思っております。今ラプテンさんが書いてます。言葉はナイフと同じなんです。つまり言葉は人を生かすこともできれば殺すこともできるんです。だからこそ、口に出す前に、文字として書く前に十分やはりね、考えて熟考した上でやはり言葉を紡いでほしいというふうに私は思うわけなんですよね。しかしまあ本当にね、このように、政権批判っていうか、もう政権批判ではなく、まさに誹謗中傷するような人たちが沖縄ではね、はい、まるで正義のように取り上げられるこの現状、私は心から、嘆いておりますし、これについてやっぱりおかしいのはおかしいと、これはアートではなくて単なる誹謗中傷であるということをね、やっぱり私は、はい、言葉にしてやっぱり発信をしていきたいと思っております。ということで、今夜のボギーチャンネルは、韓国のメンタリティと沖縄反基地運動のメンタリティの共通点についていろいろお書きしました。この沖縄の反基地運動の現場で見られるハングルはやはり伊達ではなかったということです。あの半島から多くのね、やはり活動家が入ってきて、沖縄の反基地派に何らかの影響を与えているということは、最近の沖縄の平和運動のレベルの、ね、低さを見れば一目瞭然、ね、背中亀次郎さんのいた頃の凛とした沖縄の反基地運動は見る影もなく、100% 擁護してくれるメディアをバックに、これからも、はい、貧困法制のない、ね、下劣なあの表現に傾倒していくんだろうなと思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、まあ、これにて終了させていただきます。皆さん本当に金曜日の夜お忙しい中、こんな遅くからね来ていただいたことに心から感謝申し上げます。それと昨日、まあ、私の代わりにキャスをしていただいたボギー中佐、そしてあの2部のね、あの例の放送事故作家の HK 仮面さんの、ワンルームをご視聴もいただきまして、はい、深く感謝申し上げたいと思います。明日土曜日もですね、この時間午後10時半からきっちり始めたいと思いますんで、もしお手すきの方がおられましたらまた遊びに来ていただきたいと思います。今夜もありがとうございました。